ひび割れてく君との日々、その意味は多分次の道選びやすくするため、きっとそこにはいない、だからここにいる間に響かせるよ、君が好き。既読だけをつけていつの間に眠っていた。アラーム音、多分今日がその日だろうな。覚めないでいいのに。ああそうだった、スマホの画面修理しなきゃ。日々割れてく君との日々、その意味は多分言い過ぎや考え過ぎではなく、いい未来へ導かれてるだけ。神様は意地悪じゃないからね。でも多分そこに僕はいなくて、僕の隣も多分君じゃなくて、だから僕はこの声を響かせ、日々の隙間つなぎ止めるんだわ。落ちた人かけらじっと見つめながら、ただただ出会う前の二人にただ戻るだけ。それはむしろ無理のある考え、紛れもなく僕たちは出会って、幸せもいくつかはあったわけで、バラバラと途端に崩れ始め、慌ててかけらを拾い集めて、その時に吹いた風で初めて君のいない道に目を向けたよ。するため、きっとそこにはいない、いやもうきっと僕じゃない。今でもすでに後悔はしてるけど、聞き分けよくかっこつけたい思い出で終わりたい、いい思い出で終わりたい。